はい、皆さんこんにちは。尺八にドキドキことにワクワク、クジラ岡徹と内崎ひろこで、くんぷうノートです。はい、ということで今日はちょっとねお知らせがあって2人で動画を撮ってます、はい、というのもですね、今日ね8月20日ですね、うん、ちょっと久しぶりにステージで演奏してきたんですけど、うんはいね、それが何のステージかっていうと、うんうん、これですね、はいはい、新潟県文化祭2020 ね、うん、それの開幕式で演奏してきました。はい、はいはいね、で、まあ、新潟県文化祭っていうのは毎年ね、うん、秋の時期に、うん、こういろんな文化団体、うんね、芸術団体が、うんまあ、ステージで発表会したりするのをこう、うん、一つまとめてね、うん、告知したり、うん、CM したりってするのの、うん、するためにこうやってまとめてねこうやってやってるんですけど、うんね、こういう企画で、うん、今回はねコロナっていうことがあって、うん、結構な団体がステージでのコンサートのとか、ね、発表会みたいなのを中止になってたりするみたいで、はい、なかなかこの新潟県文化祭っていうのも、はい、なんかちょっとね、うん、いつもの感じでは行えない、うん、そうそうそうということで、で、はい、じゃ あ新しい試みとして何があるかっていうと、うん、これね動画で参加しましょうっていう、ねうん、こういうのがあります。これ詳しくはねホームページ新潟県文化祭のホームページ見ると分かるんで、これ概要欄とかにも貼っておくんで、うん、ぜひ見てもらえばと思うんですけど、はい、それでね、うん、僕たちそれのオープニングイベントで、うん演奏してきたんですよ、うんね、でその動画が、はい、YouTube 上に上がってます、うん、それがねなんだっけ新潟ステージチャンネル、そう新潟ステージチャンネル、はい、新潟ステージチャンネルっていうのが YouTube にあって、はい、そうです ね生配信もされたんですね。されてない、あ、されてない、これは全然違うやつじゃん。12月20日のやつが生配信されるって、間違えました、はい、それはね僕ら呼ばれてないんで出ないと思いますけど、はい、それ違うんです、うん、そうね、今日はオープニングの、はい開幕式で、うん、その開幕式の様子が新潟ステージチャンネルで公開されてます、うん、で、はい、この動画参加っていうのもそこで、ね、動画が公開されていくっていう話になってるんですね、うん、そうそうそう、うん、ここに書いてあるじゃんこれ、うん、新潟ステージチャンネルにて同日夕方から配信、うん、あ夕方から配信、ね、もう配信されてます、もう配信されてます、これに、うん、そこに出てきたこれですね、はい、でなんかポンポンとか連続するイベントがこうあるみたいですね、うんはい、そうそうそう、はい、今回ね5組のアーティストが演奏したんですよね。5組、はい、うん、で私たちは、オリジナルの曲1曲とあと三味線プレイヤー文吉さんとコラボ曲で1曲演奏してます、うん、そうそう、はい、でその様子が、まあ、ぜひその様子が新潟ステージチャンネルに上がってるんでぜひ見に行ってください、はい、で、チャンネル登録とかねそっちの方もしていただけるときっと新潟のねいろんな芸術がきっと見れると思います。最初あれですか、この動画知事の挨拶から知事の挨拶の動画の、うんうん、が上がってるのとバラバラになってた、あ、バラバラになってた、うん、開幕式のなんか、うん、概要説明っていう動画と、うん、知事の挨拶と、うん、その5組それぞれのアーティストの動画バラバラになってるみたいです、はいはい、だからぜひ他のね、はい、プンプンの音の動画もそうですけど、うん、他のアーティストの動画も見ていただいて、うん、あれすごかったですよね、カメラマンさんが、それ言っちゃうの、言っちゃおう、言っちゃうの、はい、うんうん、もうなんかね普通のこう据え置きのカメラで撮ってるんじゃないんですよ、うん、もういろんな角度ですっごい動きまくって、うん、すごかったですよね。藤崎さんのカメラ目線とかあんの、パーンってこうなんか2回やってみたんですよ本当に本当に本当に僕ね、うん、勇気がなくてできなかったわ、うん、でもね2回やったんだけど1回は、うん近くに来たと思ってパッと見たんだけど、うん、多分手元しか映ってない時だった。あでも1回はもしかして、ね、カメラ目線があるか、ね、楽しみだ、ね、まだ見てないからね、うん、じゃあどうなってるかね、うん、あれですけど、ね、僕はねリハの時はカメラ目線やったんだけど、うん、ちょっと本番はねもういろいろ緊張しちゃってできなかったな、うん、喋ることとかも本番直前で変えたりしたから、うんね、内容変えたりして、うんそれを、はい、頭の中で考えることがいっぱいで、はい、まあそれを見てください。で、はい、あとはね、文吉さんとコラボしたんだけど、うん、そのリハーサルにね、
ったのが本当3日前くらいの話で、でその時にあの文雄さんのスタジオに行ったらなんか YouTube の撮影が始まっちゃって、そうなのでその様子も、はい、これは三味線プレイヤー文雄さんのチャンネルに行くと見れます、うんはいね、なのでそれもぜひ見ていただいて、あのそういう 裏話っていうかね、うん、まあそれも見て、うん、で新潟ステージチャンネルの方を見ていただけるとすごくいいかなと思いますので、うん、ぜひリンク貼っておきます。そう概要欄に、うん、下の概要欄に、はい、リンク貼っておきますので見に行ってあげてください。はい、はい、ということで、はい、今日はこれくらいですかね。はい、はい、皆さんにあのご報告ということで、はい、でもしね動画見てる方で、うん、新潟県に、うん住んでらっしゃる、うん、もしくは新潟を拠点に活動してらっしゃるって方がいらっしゃったら、このね動画参加者募集っていうこれね、うん、ぜひぜひチェックして、はい動画出していただければと思います、うん、なんかね面白そうなので僕らも出そうかどうしようか考えてます、うんはい、最初にあの書類ね、企画の申請書を出して、うん、それから動画を撮って出すみたいな流れになってるのかな、うんね、審査結果が審査されるみたい、うん、審査がある。で全員ではないんですね。そう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 、なので企画を出して審査が変えて9月以降に、うん、メールで回答されて、うん、でじゃあその間に、まあ、動画を作って出すということになってますね、うんうん、はい。まあ、詳しくはホームページ見てもらえればいいのかな、うんねはい、でまあでもその企画申請書の締め切りっていうのがね8月31日なんで、うん、結構すぐなんで、あのもし興味ある人はチェックしてみてください、ねはい、以上ということで、はい、もう勝手に宣伝してますけど、はいねうん、いいいいです、ね、別に僕らこれ県から頼まれて一切やってないんで、うん、もう本当もしいやまあちょっとまあ、せっかくこれ動画見てくださってる方に、うん、だから、まあ、きっとくんぷんノートもファンかなと思うんで、うん、なんでねこれさ、うん、僕らのこの動画から、うん、県のチャンネルに見に行ってるっていう人が、うん、多いことが、うん、県側に分かると、うん、僕らも今日分かるのよ。YouTube 何でも何でも分析できるから、ただちゃんとそこを分析して見てくれるかっていうのがあるんだけど、ね、この打算的な、ね、この僕らの動画から、うん県のチャンネルの方に新潟ステージチャンネルの方に見に行ってる人がなんかやたら多いぞっていうことが分かると、うんうん、もしかすると僕ら県から仕事がもらえるかもしれないんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします、ね裏話も言ったところでぜひよろしくお願いしますね。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また、ワンポイント動画だけじゃなくて、ね、演奏動画カバー動画も出していきたいと思いますので、楽しみにしてください。はい暑い日が続いておりますが皆さん体調に気をつけてお過ごしください。尺八にドキドキことにワクワク、クジラ岡徹と藤崎ひろこでくんぷんノートでした。さよなら。